小杉御殿は、江戸時代初頭の慶長13年に、中原街道沿いに造営された、徳川将軍家の御殿である。中原街道が、クランク状になった場所の西側、現在の西、明寺の境内にあった。現在の行政区では、神奈川県川崎市中原区小杉御殿町にあたる。現在の新丸湖における、小杉御殿の一慶長2年には、玉川沿岸を巡検していた。 徳川家康に対して、大官の小泉自体が、神殿開発と、用水建設を進言した。中原街道沿いの小杉に、小杉神社を置いて開発が行われ、神殿と用水は工事開始から14年後の慶長16年に、完成した。江戸時代初期にはまだ東海道が整備されておらず、中原街道は、江戸と元箱根を結ぶ主要な街道とされていた。 徳川家康は上落、寸譜王冠に用いたという、高刈り、考察などで中原街道を利用した。将軍の宿舎として使用するため、慶長13年には徳川秀忠によって、小杉寺宮の西隣に小杉御殿が造営された。江戸から来た中原街道が南に直角に折れ曲がる場所、その西端は西、明寺の門前であり、 街道の北側に沿って東西に長い敷地だった。小泉寺大雄は小杉神谷の裏手に明泉寺を建設し、安房国小港から僧の悲順を招いた。家康や秀忠は悲順と勘断するために何度も明泉寺を訪れたという。寛永17年には約1万2000坪の敷地に小杉御殿が建て直された。中原小杉御殿遠隔書状によると、 不審部行は、安藤一郎兵衛と、尾又平門、御天板は、同心の井出七郎左衛門である。小杉御天見取り図によると、小杉御天は、西方の御主殿三倉、東方のおまかない屋敷や御天板屋敷、陣屋、大観屋敷などで構成されており、兵五門は中原街道に面していた。家康、秀忠、徳川家光、徳川家綱などが、 小杉御殿を利用し、御殿は、高狩り後の休息の場となった。当時の小杉村には、飯屋や宿屋などがあり、大名、武士、町人、旅芸人などで賑わう、川崎で、最も活気のある場所だった。中原街道は、小杉御殿付近で鍵形に折れ曲がっているが、これは、御殿の防衛のための形状であり、近隣の玉川、西、明寺、泉沢寺なども、 五殿の防衛に機能した。小杉五殿は、小方国絵図によると五殿と記されており、後の元禄国絵図では、五殿に後となっている。小杉五殿神奈川五殿藤沢五殿中原五殿神奈川県域にあった御殿、五殿現在の神奈川県域には、東海道筋には、神奈川五殿藤沢五殿を設置され、江戸、中原間には、 中原街道筋があり、途中小杉御殿、下河合御殿、そして中原御殿がある。中原街道の利用は意外に少なく、家康においても小杉御殿に宿泊しながら、伊藤も東海道を利用している方が多い。したがって、東海道が整備されると、中原街道を通る大名が減少、小杉御殿の存在意義が薄れた。小杉御殿は、明暦元年に、 建物の一部が品川の東海寺に移築され、漢文12年には残りが上野広文院に移築され、小杉御殿は廃止された。小杉御殿が廃止されたのは万治3年であるという説もある。遠方2年には御殿の跡地が工作地となり、遠方7年には検地を受けて購入地となった。時期は定かでないが、 江戸時代には御主殿稲荷、神夜稲荷、三倉稲荷という三者の稲荷が建物跡に建てられた。今日でも御主殿跡付近には稲荷の小祠がある。千葉市の流れを組む原家は小杉御殿が完成した時には大馬屋敷近くに住んでいた。五代の原平六の頃には御殿跡に屋敷、平六大臣を構え原家の屋敷には 中原街道を通る大名などが宿泊したという。原家は天命4年に、肥料賞を開店し、各地に石橋を架けたという。1877年頃には、原家の平六大臣も亡くなったが、別の屋敷で1948年から1961年まで、割烹料亭を営む。この屋敷は、川崎市立日本民家園に移築されて保存されている。 ありがとうございます。